こんにちは、ケバレットトゲハの星です。西山です。いや、長かったね、東京の G1 シリーズもね、人が編んだりしてね、新馬戦も始まったし、ちょっと違った舞台にね、先週から出場してるけどね、今週は、3歳限定の、ユニコーンステークス、G3、あと 1600m 戦ということで、どうやら関東馬が中心になりそうだね。ああ、そうですね。ね、感じとしては有力馬ね。います、ね。人気が強そうなのは関東馬だ。はい。じゃあまず順番にあゆじにね、端から見ていこう。はい。お祭り男。お祭り男。最初やっぱりやりだした頃はあまり結構動かないのかななんて思ってたんですけれども、うん、もうやるごとにやっぱり走りがしっかりしてきたっていう感じですかね。今週もちゃんと前に頭を生かしてしっかり捉えて。うん、動き自体は良かった ね、 ったね。これさ、はい、今週さ、アサイブリンカスってなかった？ああ、はい。追い切る、あれ、どうなんだろう。あれでも、本番でもつけるのかな。うん、何しろ、すごい、なんか自分から走るようで、ね、はい、シャープで、まあね、もともと動く馬とはいえ、すごい動きが良かったね。はい、うん、まあ、前回、芝使われてるんだけど、なんかダートで、もともとダート走るから、はい、うん、変わりそうな感じのイメージあるね。はい、うん、次は錦木ギミッチか、これ本場で鈴木のウヒル級者ってさ、ほら、あのババアルート、はい、あの芝コースであんま負荷かけないようにやるケースが多いんだけど、はい、芝コースでね、あの3頭合わせの追走打ち、うん、3頭合わせ一応後ろから追いかけて、楽にね、軽く仕掛けた程度でちゃんとあの反応して、はい、うん、鋭く伸びてたし、前回は味わいだったんだけど、前回人気なくて勝ったのかな、うん、それはフロックじゃないような感じの動きだったんで、動き自体はすごく良かったよ。はい、うん、西のカシミヤどうだろう。西のカシミヤはやっぱり、まあ、このまま先行する形だったんですけど、こういう形が多分あるんでしょうね。なんか後ろからこうつつかれると、外から来られるとまたグッと引き離したように走る気にして、そうだ、ね、なんかもういかにもこの馬の特徴が出た追い切りだなみたいな感じがありましたね。前へ行ってしぶといっていうか、はい、うん、疲れていいタイプっていうか、そんな感じでしたね。追い切り動いてたね、はい、うん、ハードワイヤードいかがでしょう。そうですね、うん、ハードワイヤードはまあた、なんつうんですかね、まあ、自分リズム重視みたいな。そうだね、マイペースの、はい、マイペースの追い切りだった、うん、折り合い重視みたいな感じで、はい、うん、すごく硬さなくて、すごくフットワークが柔らかかったね、はい、うん、大きくて、大きくていい感じでしたね、うん、はい、全然時計以上にね、はい、躍動感があって、そうですね、うん、はい、すごい良い切りだった。雰囲気はすごく良かったですね、はい、うん、ブライアンセンス、まあ、これも、まあ、先週に比べると本当に良くなってきましたね。もともとね、デビュー前からね、動いたもんね。うん、もう先週、まあ、先週ちょっとあの結構なんていうんですかね、短い距離使ってる馬とやったんで、まあ、ゴール前に結構ハードに気合いつけられたんですけども、それが結構、まあ、効いてきたかなっていう感じがしました、はい、なるほど、一瞬前の効果で直前は、はい、楽になったと、いい感じだったね。海外遠征ライブのペリエール、そうですね、人気集めそうだね、はい、うん、まあ、もういい感じですかな本当、まあ、大ごとに本当に良くなってきたなっていう感じが、もう本当そうだね、大ごとに自分からの走る気も見せてるし、うん、前向きさもアップしてるし、はい、うん、僕前なんかグッともう何て言うんですかね、最後もう一伸びするような感じで、すごく何て言うんですかね、前向きさも出てきたし、まあ、海外の遠征帰りのダメージとかそういうのは全くなさそうです、ね、帰るんだね、はい、うん、いい泳ぎだったと俺も思う、はい、うん、ラフェリージアン、まあ、先週なんかすごい何と合わせですかね4頭ぐらい横に並びになってなんかすごい泳ぎやったんですけど、下越してたね、ちょっとね、はい、今回はちょっと下越して、うん、遊んでたけどね、はい、ゴール前なんかちょっとそれで外からぐっと来られて、まあ、ちょっと反応しきれない部分はありましたけど、はい、まあ、こんだけ合わせまで負荷かけてれば、うん、体調面の上積みは、はい、見込めると思います、ね、はい、最後ワールドコライドどうですか。いや、中30か、はい、もうさらに俺は良くなってると思う、うん、ものすごいね、大きなアクションで、そういうフットワークも大きいし、なんかすごい
なんかさらに俺は良くなってると思う、うんうん、いい感じだと思う、ダイナミックでね、充実著しいと思う、はい、うん、どうだろう、もちろんね、どの1,2,3,4,5,6,7,8といるんだけどさ、関東は全部悪くないと思うんだよ、もちろん、ね、悪くないっていうかいいんだよ、はい、全部その中でも優劣をつけなきゃいけないんだけどさ、はい、どう西山的にはどれがどのまま一番手に挙げたい。そうですね、やっぱりワールドプライドってのはすごく体調面はすごい良さそうだね、ワールドプライドね、走る気もすごくあるし、うんうん、体もなんかがっちりしてすごいね、すごい体になってきたし、まあちょっとまあマイルはどう、まあそういうのいろいろありますけど、うん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 、体調面自体はこのまああんな直前ハードに攻めてくるんだなと思って、はい、うん、それでもなんか余裕あったからね、そうですね、すごいなと、うん、だからあのパワースピード兼備だから、はい、もしかしたら専用が本当ベストなのかもしれないけど、でもマイルでも十分強そうだし、追い切りの腕の良さからも、俺もこのワールドプライドは追い切りより一番良かったと思う、はい、あとはお祭り男だね、俺は、うん、なんかちょっと変わってきそうだなっていうね、はい、いかにも、うん、このままだったらちょっとどうだろうね、ちょっと穴っぽいよね、それね、うん、まあ、いずれにしてもなんかちょっと関東が良さそうだったけど、はい、関西版のグレートサンドシーって良かったね、これ、うん、うん、なんかすごい柔軟な身のこなしでさ、ものすごいなんかでき良さそう、うん、うん、まあ関東版一応2人の意見は一致して、はい、ワールズコライド、はい、いいかな、そう、うん、関東はでも全部ね、本当にお家の動きが ね、はい、いいんでね、仕上がりはみんな良さそうなんで、はい、まあ、その中でもよく見えたのが、ワールズコライドという、2人の件が一致しましたんでね、ぜひご注目ください。